真面目に聞いて落ち込んでしまってパフォーマンスが下がったら僕はもしその人が同業者だったらバカだなぁと言いますそういう意見はミュートすればいいんだよ多数決に持ち込まれちゃって負けになると少数者になっちゃうのでファンが余計減っちゃうんです twitter が何も言えないところになっているのもうニコニコしかないな TH さんですね、えー、ホワイト社会についてのコメントですホワイト社会コメントの仕方岡田さんのおっしゃることもすごくわかるんです でもこの傾向って人気者や多数派が言ったことには反論できないファンの多い人にとって都合の良いものにならないでしょうか 岡田さんのような方は反論と口の悪いコメントやいわゆる誹謗中傷の差を理解なさっていると思うのですがえ昨今の芸能界テレビに出ている人たちの誹謗中傷と戦いますという流れはある種の脅しにも聞こえますプロとしてお金をもらっている芸能界の方々はある程度の反論や反対意見も吸収していく義務があるのではと思ってしまいます誹謗中傷と自分の気に食わないことにそっぽを向けることの境目がとても曖昧な気がするのです こういうふうなコメントです。まあ、かなり長いコメントですけども、あの、結論から言うと、ですね僕、TH さんが言ってることは、ですね的外れだと思います。えー、プロの、えー、はですね、ある程度反論反対、反対意見を吸収する義務があるとここに僕は反対するんですね。プロの人の義務は何かというとあの、同じようなクオリティのものをずっとお客さんなり消費者に届けること、これが義務なんですね。で、そのためには 反論や反対意見を聞くのも方法の一つに過ぎないんですよ。過ぎないんですよね。つまり、あの反論とかですね、反対意見を聞いて自分が凹んで自分のパフォーマンスが悪くなるんだったら耳にいた意見は聞くべきじゃないんです。 自分のパフォーマンスを下げないために。それはなんでかというと、その、まあえー、TH さんが言ってるですね、プロの方々っていうのは組織の中の人でもなく、政治家みたいな公人でもなく、それぞれ演芸の人だったり、芸人だったり、もしくはアーティストだったり、そういう人たちですよね。 でそういう人たちっていうのは自分の才能とか実績とかやってることしか裏付けがなくてですね、それしか勝負ができないので、絶対に自分のパフォーマンス下げちゃいけないんですよ。落ち込んではいけないしなんですよね。真面目に聞いて落ち込んでしまってパフォーマンスが下がったら、僕はもしその人が同業者だったらバカだなと言います。あ、バカだなと、そういう意見はミュートすればいいんだよ、ブロックすればいいんだよと。そんなのを聞いて悩んでパフォーマンス下がる方が99、99%のお客さんに対して不誠実だろうと。 自分に対して面白くないとかそういうふうな意見を言うのは勝手。それは絶対止めてはいけないんだけども、そんなこと言うなよって言っちゃいけないんだけども、逆にそれをミュートしたり、ブロックするのは我々の勝手。どちらかというと我々の義務だと。で、反対意見を聞くべきだわ。本人は言ってはいいけども <laughs>。 客が言ってはいけないことなんですよ。だから、TH さんはですね、えー、客の立場としてですね、あの、指、え、揮、ー、を超えてますねあの、えー。こういった芸能人とかですねあの、こういうふうな人はですね、反対意見を聞く,聞くのは義務と言ってる時点でもう的外れです。それは僕ら表現者の方が自分に課したり、やめたりするのが当たり前なんですね。僕は自分の成長のために反論意見を聞くべきだと思った人は、 それを聞いて成長すればいいし、僕は反対意見とか聞いたら曲が書けなくなる、漫画が書けなくなると思った人は、絶対にそういうふうな意見に耳を傾けちゃいけないんですよ。で、そういう人たちに対して、えー、君たちは立派な漫画家であり、立派なクリエイターであり、そしてそういうなんか、あの、体験を得てるんだから、えー、名もなきお客さんたちの意見を聞く義務があるっていうのは大間違いなんですね。 なので、そこら辺だけは気をつけてください。えー、ちょっとね、わかりにくかったかもわかんないですけども、あの、まあ、長い意見だったので、長い返しをしてみました。お疲れ様でした。<laughs> まず僕は、自分自身にファンはほとんどいないって考えてるんですよ。あの、ほとんどなんですよ。だから少しはいるんですよね。ただ、今、コメントで、あの、いや、いや、いるよとか書いて、ファンですって書いてくれてる人もそうなんですけども、少しはいるんですよ。でも、ほとんど僕にはファンがいないと思ってます。でも、えー、で、 僕にはファンがほとんどいなくてアンチはすごく多いんですよただあのアンチよりもはるかに多いのが利用者が多いんですよね岡田敏夫の利用者っていうのがものすごく多いんですよつまりファン1に対してアンチ100でアンチ100に対して10万ぐらいの数の利用者がいるんですよでこの人たちにとって僕は利用できるツールであったり まあまあツールでですすよよね。ね。そういういものなんですよ、ね、あの自分の意見を言う時はいやもちろんあの他の人の考え方が正しいと思うんだけど私はこういうこと考え方をなんか自分自身で捨てることができないっていうふうにでも言ってれば多数決に持ち込まれることはないんですよ。で多数決に持ち込まれちゃって負けになると少数者になっちゃうのでファンが余計減っちゃうんですよ。であの、まあ、要するに僕言いたいのはですねその利用者さえ増えれば アンチなんか無意味なんですよ。よくあの自分にアンチがいるとか言って落ち込む人いるんですけども、気持ちわかるんですけども、えー、意味がないんですよね。どんなにアンチが多くても、それを上回る利用者がいれば。ですね。普通考え方違いないんですよ。アンチが多くても、それを上回るファンがいればいいって考えちゃうんですけど、そんなことなんですよ。ファンが増えるタイプと、 利用者が増えるタイプっていうのがあって、明らかに僕は利用者が増えるタイプなんですね。で、それでいいんですよ。僕のこあの前からの夢はあの足し算のように何だろうな。あの役に立つ人間になりたいでしたから、足し算っていうのは発明した。 人間っていうのは歴史の名前が残ってないじゃないですか。でも足し算のおかげで人類はめちゃくちゃ楽になったんですけども、僕らは本当にそんなに人の役に立つようなものに関しては、 実は覚えてもないし感謝もしないんですよ。スルーするんですよ。ただ単に黙々とそれを使うだけなんですね。で、そうじゃなくて、なんか自分の心にちょっと引っかかったとか、泣かせてくれたっていう、くだらないものに感謝したり、リスペクトしたりするんですよ。中島みゆきのですね、地上の星ですね、名だたるものを追って、核たるものを追って、人は氷ばかり掴むっていうやつで、こういうふうに感動させてくれたから、自分の心を踊らせてくれたから、日本万歳って思わせてくれたから、何やり素晴らしいって言って、しょうもないものはあがめるんですよ。でも 足し算のように本当に役に立つものっていうのは感謝もされないし評価もされなくてそれが僕はかっこいいなって思っているので,ですね僕はまあその意味で自分は足し算のように有益になっているとはまだまだ思わないんですけども利用者がが増えるのが一番嬉しいです。ファンが増えてもアンチがそれよりずっと増えても利用者が増えてる限りは幸せですねま。あまあ あの、年上の美学って書いたんですけど、そのとおりで、これはもう僕の美学みたいなもんなんですけども、割とこの美学は、えー、っとね、人をあんまり巻き込まないし、人を革命思想に追い込まないし、こういう手の美学で、あの、俺たちは労働者の礎になるんださあ革命だって言って武器を取れっていうのは、なんか、人の迷惑になることが多いんですけども、僕の今言った美学みたいなものって、実はあんまり人、あの、なんだろうな、社会を悪くする要素 こことなないと思っっててるるので、まあ、ここででま今喋わけなんですけんすども。僕があの切り抜きとかをあのの OK してるのはそれが理由なんですけど便利で使いやすくに徹してあの人気者になりたいとか自分のコミュニティに賛同して自分の意見に賛同してくれるコミュニティを作りたいなどというですね割とその持ってもしょうがなな。い欲求かなそれはね早いうちに諦めた方がいいと思います。 えー、商業作家です。何の商業作家かわかんないんです。えー、1年前までツイッターで発信していたらアンチに絡まれましたと。殺人脅迫まで受けました。以後そのアンチのツイートを見ると、ざまあみろと嘲笑ってしまいます。ちょっとなんか飛んでってわかんないですね。今はツイッターをやめてますが、未だに他人の服をざまあみろと嘲笑う癖が治りませんと。これは呪いだと思うんですけど、正体は何でしょうかですね。えー、質問であります。 ええとですね、商業作家、まあ漫画家なんかわかんないんですけども、殺人脅迫まで受けたんだからね、なまあ何と思ってもいいと思うんですけども、ポイントは、以後そのアンチの人のツイートを見たらまみろ。まあ多分そのアンチの人が、えー、今日もダメだったとかモテねえとか、あの、そういうようなやつを見るとざまみろというふうに思っちゃうってことなんでしょうね。それまで思ってなかったんでしょう。で、多分ね、それね、相手が限界を超えてくれたから、自分もはしたない行動に出れたっていう、 なんかそういうことだと思うんですね。あの、多分この相談くれた方、商業作家の方は、それまでも心の中に、ざまあみろみたいな衝動はあったと思うんですよ。で、でも、そんなことを思っちゃいけないっていう理性っていうのかななんかその、意識の上に登らせない良識みたいなものが心の中にちゃんとあったわけですよね。で、世の中にはいい人っていうのがいっぱいいるんですけど、そのいい人っていうのは、 僕らみたいにかな人間が考えているような、本当に悪いことを思いつかない人じゃなくてい、悪いことが思いつきそうになったら抑えるタイプの人もいっぱいいるんですよ。例えばその浮気しない旦那様の中にも、全く浮気心が起きない人もいれば、浮気心みたいなのが起きそうになったら素早く蓋をする人もいれば、浮気心が起きてるんだけど行動に起こさないっていう、なんかそういう、でもそれらすべていい人っていうカテゴリーなんですよ。で、ついつい、 100%いい人だけはいい人だっていうふうに思っちゃうと、実際にいい行動をしてる人もなんか偽善者みたいに見えちゃうんだけど、僕違うと思うんですよで、この人はちゃんといい偽善者だったんですよ、前は。 で、我々はいい偽善者で、ざまあみろって思ってたのが意識に上りそうなのをこう、抑えることが無意識にできてたんですよね。ところがその、良識の留め金がバカになっちゃったんですよね。この、蓋をする良識の留め金がバカになってて、何か、あの、不幸な人とかそういうのを見たり、ツイッターで見たりするためにその、外れて、で、これまで、なんだろうな、無意識に抑えれたものがボロ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 出てくるようになった。だから、ざまあみろ、ざまあみろっていうふうに思うようになったと。だから、 ま、これ見てくれてると思いますけども、商業作家さん、あなたが受けたのは呪いではないんですよ。ただ単に留め金がバカになってるだけなんですよね。だからどうしろってことはないんですよ。あの、一回留め金がバカになっちゃうと、意識するしかないんです。意識して、 そんなことを思っちゃダメだと思ってもう一回蓋をする。もう無意識の頃のあなたには戻れないと。言っちゃえばあなたの少年時代は過ぎたんですよ。なのでここからは多感な青年時代として過ごしてくださいと。あの、俺を少年時代から引き上げてくれてありがとうとアンチに感謝するのよし、あの純粋な頃に戻れないのかと恨んでもよしですけども、そういうなんか呪いみたいなほどのことではないと思います。えー、誰しもそれは 子供時代になんか落ちてるゴミを拾わなかった時とか、あと、なんだろうな、学校でちょっといじめられてる子を遠目に見た時とかに、心の中にかすってくるようなことで、みんなもっと早めに経験して、早めに意識的になるんですけども、ちょっと時間がかかったっていうことだけだと思います。そもそも銃というのは何だろうかまあ、人を傷つける武器ですよね。でも、それはね、人を傷つける武器であると同時にですね、人を思い通りにする。 つまり、銃を撃つぞと相手を脅してですね、銃を、相手の銃を奪える、相手を思い通りにできるっていうですね、まあ、まあ、言い方悪いですけど、便利な道具でもあるんですよね。だから、銃が怖いっていうのは、その銃の破壊力が怖いっていうのと、あの、なんだろうな、そういうのを振り回す怖い人がいっぱいいると。というか、あの、普段わかんない、弱々しそうに見える、大人そうに見える人でも銃を持ったら急に怖い人になると。なんか、ここら辺のですね、 あの、人間への恐怖でもあると思います。で、僕はですね、まあ、ちょっと話が、ちょっとここからずれます。あの、戻りますけどもですね、あの、言葉は武器だと思ってるんですね。まあ、こういうの、よく言うじゃないですか、言葉っていうのは武器であると。だから、あの、言葉というのは簡単に人を傷つけ,けることもできるし、特にその SNS を使うと、 大量破壊兵器にもなりますよねで。こういうことを人前で言うぞとか、お前を決めつけてやるぞとか、こういう噂を流してやるぞということで、相手の行動を奪えたりですね、自由を奪えたりするですね。ま、それもですね、全く有名でもない、ただの人であっても、特定の個人を 遠く離れたところから、その、誰にも知られないように遠隔攻撃ができるというですね。なかなか言葉っていうのはですね、SNS ができたおかげで武器になってしまったんですね。で、アメリカはですね、銃社会でして、ね、年間何万人もの人が銃の犠牲で死んでるっていうんですけども、でも日本は、銃社会なんですね。年間何万人もの人がですね、あの、 死んででいるんですねそのうちのかなりの数がですね、その SNS での誹謗中傷みたいなこととかですね、そういうようなことがですね、原因で死んでいると考えられるわけです。じゃがですね、アメリカでは自由の規制ができないのかっていう日本人はですね、SNS の発言の規制を日本人はできるのかって、これ、あの、対象の問題だと僕には見えるんですね。えー、でもね、その、まあ、日本人の今の一般常識か考えたら、 そういうことですね。なんだろうな。発言の規制というのはできないなっていううに言いますよね。だから、その知らない人に向かって死ねとかクソだとか、最低とか罵る人を、 果たして制限できるのか、彼らのことを制限できるのかですね。アメリカが銃の規制をできないようにですね。日本人はですね、個人による誹謗中傷っていうのをですね、止めることが、やっぱりこの10年ぐらいずっと議論してるんですけど、できない。教室の中でそういうふうないじめの言葉のやり取りすらもやっぱ規制できないんですね。アメリカの高校ではですね、銃の規制があって、武装な国だって言うんですけども、日本の言葉の なんだろう、いじめっていうのはですね、それ以上同じぐらいにですね、残酷で危ないのかもしれないとですね。で、おまけにですね、なんかアメリカではその銃を振り回して大量殺人する人たちが必ず言うのが自分たちの正当性なんですけどね。こういう状況があるから俺たちはやったんだと。同じように日本では言葉を暴力にして SNS でばらまく人たちは必ず言うのはあいつらには言われても仕方のない欠点がある、悪がある、ですね。 で、俺たちみたいな弱い者は、こんなことを言うぐらいでしかストレスが解消できないんだ。じゃあ、こんなのを SNS で言うのを禁止したら、どうやってストレス解消したらいいんだっていうですね。もう本当にアメリカの無法者と同じような理屈で、彼らは理論武装してる、てるんですけども、まあまあ、あの、まあ、この辺にしておきましょう。ホワイト社会の振り子が大きく触れている。 加速というふうに捉えているんですね。で、このホワイト社会っていうのが加速する原因っていうのは、SNS による炎上とか、まああと SN、SNS で炎上した時に何とかしようと説得する人が結構いるんですけど、説得する人がですね、どん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 諦めて SNS をやめちゃうわけですね。そうすると SN、SNS がですね、どんどんスラン化するんですよね。だから 前のツイッター、今の X で起きてるのはですね、もうこう、そういうことだと思うんですよ。と、あの、ある程度、まあなんか、参加人数が少ない時代の SNS だったら、なんか一人ですね、ちょっとおかしなことを言ったりですム、ね、キになって怒ったりする人がいたらですね、みんながまあまあというふうに言ったり、言葉を尽くしてなんとかその人を説得しようとするんですけども、そういう人はですね、だん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 その SNS から離れるようになるんですね。そうすると、まともな人とかですね、もしくは人を説得するような言葉や熱意や知識を持っている人、 ばかりが SNS をやめていくというですねな。な、んでしょうね、その、あの、公立の小学校から中学校上がるときにですね、成績のいい人だけがごっそりと私立へ行っちゃうから、公立の中学校のレベルがどん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 下がってくるのと同じようにですね SN、SNS がですね、どん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 カットしやすい人と、 カットする人を見つけたら嬉しがってリツイートする人と、あと、さらに炎上するように燃料を注ぎ込むような人ばかりが増えていくわけですね。それはですね、その、えー、スラム化する。だから、X が今スラム化している理由もそうですし、多分あらゆる SNS は、その程度の差こそあれ時、時期だけなんでしょうね。どんどんスラム化すると思うんですよ。で、YouTube も、 安全な場所みたいに思えたんですけども、ポリコレに配慮しすぎる運営、つまり YouTube の運営側がですね、自動削除というですねえ、方法でですね、何かこうポリコレ的にやばいよなと思ったものは率先して排除して、で、排除した後で、えー、この排除が不服な人は後で申請してくださいってですね、先に削除して、あの、文句があるんだったら聞きますよって方針取ってるので、これもやっぱりそのどんどんどん,どん、 スラム化の逆なんですけども、面白いこととかですね、微妙な話題が出せないというか、YouTube で後で削除だったりですね、あと、えー、収益化停止っていうふうなことになるそうなんですけど、それのおかげでなんか不正事とかですね、みんな変なことになってるんですね。なんかどん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 お,おかしくなってると。だから、まあまあ僕にとってこのホワイト社会のテーマで言うと、みんなが使ってる SNS が終わってしまう、そういう時代だっていうふうに思ってるんですね。あの、みんなが使って、 って言ったツイッターが終わったからどこに行けばいいんだろうという話をもうしょっちゅうみんなしてるんですけどもそれがなくなってるともうねそれがないんですよみんなが使っているものは逆に言えば危険なところ危ないところ何も言えないところになっているので今あのコメントでもうニコニコしかないなとて言った人がいんですけどもう逆にそれですね、僕別にニコニコをですね進めるわけではないんですけどもあのー ニコニコって未だに変なことが起きたところがあるから、ああいうですね、もうさびれた未来がないところぐらいに、こっそり行くぐらいしかないんじゃないのかなと思います。だから、これまではですね、ツイッター X でですね、大丈夫だった、ちょっと変な意見とかにいいねをしたりリツイートするのも、後でその危険になりうる年になってきたなというふうに思ってます。今回の動画はいかがでしたでしょうか ご意見や感想はコメント欄までどしどしお待ちしております。